皆さんこんにちは、みんなのゴルフダイジェスト中村治です。今日もですね、スペシャルゲスト目澤秀則コーチにおいでいただいてます。今回はパター編ということでね、基本的なことを教わりたいと思いますけど、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、では、はい、まあ本当基本編ということで、はい、まあ3メーターぐらいのね、はい、距離のパッティングからお願いしたいと思います、はい。まあ、パターって簡単に言ったらボールをまあ転がして、そのまあカップに向かって打つっていうのが目的なんですけど、はい、まあ、特にパッティングはそのスピードと、うん、まあ、その自分が打ち出したいスピードと、はい、あと出球の方向っていうのが、まあ、そのストロークする上で結構大切な要素になってくるので、はい、まあ、そのグリップの握り方っていうのは結構大事になってくると思うんですけど、はい、まあ、基礎的なことなんですけど、はい、まあ、この親指をこう人差し指とこう同じ高さにこう揃えてもらって、はい、でこれをこうこのまま合わせてもらう感じですね。ここの、なるほど、この間にこう当ててもらって、でそれをこう右手も同じようにこの手のひらこっちつけてもらったところからこう握ってもらうと、まあ、自然とこう脇も軽く締まりやすくなりますし、まあ、肘の向きも揃いやすくなるんで、まあ、このグリップをすると、まあその手と体の一体感っていうのも高まりますし、あんまりこうフェースが変な方向に向きづらくなるんで、まあ、テンポも良くなると思います。そうすると左の脇が結構締まりますよね。そうです ね、グリップの形がすごいダイレクトにそのパターの軌道にものすごい影響を受けるんで、ただの握る形だけじゃないっていう、100切りの人から初心者の人まで使える、まあ、グリップの握り方っていうのが、なるほど、はい、それで握りました、はい、ボールの位置とか、はい、その辺はどんなイメージですか。まあ、でもこのグリップがある程度、はい、しっかりこう握ることができたら、はい、まあ、本当スタンス狭くても、まあ、広くても、その自分が一番振りやすい形っていうか、それが狭い状態でもこのグリップだったら、うん、そこまでそのクラブ暴れないですし、うん、まあ、大きくしててもいいんで、まあ、その多少こうフェースの向きをしっかり合わせるっていう作業は必要ですけど、まあ、今のグリップしてれば、まあ、ストロークとかその加速クラブのその振るスピードとかも合ってくると思うんで、まあ、そこを意識してやってもらったらいいかなと思います。わかりました、はい、グリップだけちょっと気をつけてもらえたらいいかなと。わかりました、はい、じゃあちょっとそれでストロークしてボール打ってみていただいていいですか、はいはい、まあ、あのパターもいろんな形あるんで、まあ、そのフィッティングしながら一番いい状態に持っていけたらいいのかなと思います、はいはい、このグリップの、ね、持ち方を、はい、まあ、一つ参考にしていただけると、はい、安定したストローク、ね、はい、パッティングにつながっていくんじゃないかと、はい、ありがとうございました。今日ね、本当にいいことを教わったと思うんですよね。まあ、でも本当にこの今やったのは基礎的な話なんで、はい、まあ、ゴルフのその数を踏んでもらって、まあ、その自分なりのライフスタイルというかゴルフスタイルで楽しんでもらえたらいいなと思います、うん、はい、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。